水流寺は、大阪府大阪市名庭区元町にある大漠州の仏教寺院。竜、人魚、河童のミイラを所蔵していることでも知られる。鉄岩寺有形創建年月不明。はじめは、薬師堂であったが、漢文十年総鉄岩道行が再興して、水流寺と改称、大阪での大漠布教の拠点になり、俗に鉄岩寺と呼ばれる。当時は広大な地域に書道。 はすいけ、あ畑、ばが広がる風景で、文人ぼっに愛された。鉄岩は因縁に浸服し、死、木案より授かった、経典六千九百五十七巻から印刷を決心。一切今日の版木の費用を、日本全国を巡り宅発。折からの堀江西一帯の大洪水に集めた、津のる材を、被害者救済に使った。二度目の津のる材ができると、今度は、 石火船平野の大基金で借金までして難民救済に当たった。3回目の宅発でようやく津のる罪が集まったのは14から15年も経っていた。対岸上就して53歳で鉄岩寺で没死、7.8五53年のことを残した。弟子たちは印刷した2000部の一切今日を終始を問わず、日本各地の寺院に収めたという。現在、 一歳共犯千二百七十五枚は、満腹時途中放送員の収蔵庫に収められて、今日でもすられている。本堂、決定版、妖怪ミイラ完全ファイル山口直樹、学研パブリッシング、二千十三吉正志、大阪史跡辞典全国書四番号、八千六百五万七百七十五大阪学院大学博物館解説準備室、何は百景大阪名所案内、 大阪学院大学博物館開設準備室、2010年5月12日、99ページ。鈴木隆主、大阪の救世主鉄元前寺、ありがとうございます。